それで終わりにさせましょう。だったら何が終わりだってんだよ。桑田君、君が何て言おうと全ての謎はもう解けてるんだ。今回の事件の答えはこれだ。犯人は君なんだ。じゃあ最初から事件を振り返ってみよう。昨日の夜、犯人は前園さんがいる部屋、つまり交換した僕の部屋に行ったんだ。おそらく前園さんはその人物を殺すつもりで部屋に呼んだんだよ。そして彼女はあらかじめ用意していた厨房の包丁でその人物に襲いかかったんだ。そこで予期せぬ事態が起きた。その人物が僕の部屋に置いてあった模擬刀で反撃してきたんだ。その攻防の末、模擬刀の攻撃によって前園さんは右手首を骨折してしまって、包丁を奪われてしまったんだ。追い詰められた前園さんは慌ててシャワールームに逃げ込んだ。犯人はすぐに後を追ったけど、なぜかシャワールームのドアは開かなかった。僕の部屋のシャワールームはドアの立て付けが悪くて、コツを知らないと開けることができなかったんだ。前園さんは僕が教えたから知ってたけど、もちろん犯人はそれを知らなかった。それでも犯人はなんとかドアをこじ開け、そして奪った包丁で前園さんを刺しちゃった。だけど前園さんは残った力でその場にダイイングメッセージを残した。犯人に気づかれないように自分の背中側の壁にね。だけどそこで彼女は力尽きてしまったんだ。前園さんを殺した後、犯人は慌てて証拠隠滅に取り掛かった。まず返り血のついたシャツを脱ぎ、そして僕の部屋にあったクリーナーで部屋中を徹底的に掃除した。自分が部屋を訪れたという痕跡を消すために。
その後、犯人は脱いだワイシャツを処分するためにトラッシュルームへと向かう。そこにある焼却炉で返り血のついたワイシャツを燃やそうとしたんだよ。だけどトラッシュルームは鉄格子で封鎖されてて、焼却炉に近づくことができなかった。そこで犯人が使ったのは、赤くれ君がランドリーに置き忘れていたガラス玉だったんだ。犯人は鉄格子の隙間からガラス玉を投げることで焼却炉のスイッチを入れたんだ。普通の人なら不可能に近い発想だけど、でも犯人にはそれを可能にする自信があった。犯人は超高校級の野球選手だったからなんだ。正確なコントロールで投げられたガラス玉は焼却炉のスイッチに当たり、そして焼却炉は稼働を始めた。こうして証拠を隠滅した犯人は安心し、すぐにトラッシュルームを後にした。だけどそこには誤算があったんだ。投げ込んだワイシャツの一部が焼却炉から焼け落ちてしまったんだ。そしてそれが決定的な証拠となってしまうことに犯人は気づくことができなかった。そうだよね、桑田レオン君。